全ての人と森をつなぐっていうふうに考えると、どんどん僕らから出前して学校とか幼稚園とか会社とかいろんなところに行って、そういう体験を広めていくことが全ての人に森が届くんじゃないかなというふうに思って、楽しみながら、体も手も動かして感覚的に学びを得るっていうのはすごく重要だと思うし、それが本当の学びなんじゃないかなというふうに思って、時計回りに回ります。せーので、はい、おー、ね、真ん中の人が短い、真ん中の人が短い、短いね、算数にしてもさ、理科にしても国語にしても結局暮らしの中から出てきたもんで、森の中で体を動かしたりとか、森の中で何か暮らし的なことをやることでリアルな学びがそこに出てくるんじゃないかなと思ってずっとやってるんですけど、1メートルと3分の1、ほん、あいは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 い、同じぐらいですね。あ、ちょうど1メートル弱？あー、でも短いんだ。1メートル飛ばないといけない、次くぐらないといけない、ジャンプとか、外に出てこう体を動かすっていうだけでも、もうすごく素晴らしいことだなと思ってて、それなおかつ感じて楽しいっていう経験、机の上で勉強でこういろんな知識得るのも大事なんですけど、大人になって思い出すのって体動かし楽しかった経験ですよね。でもやっぱ遊びの中で木の棒をね並べたりとか、サイコロ振って数数えたりとかっていうのも数を数える基本だったりとか、そういうのにつながっていくと思うので、前もって Q が出るにはどうしたらいいんだっけっていうのをすごい考えた。で、特に小学校にあの森の出番で出向いていっているっていう話を聞いて、もう子どもたちが外に出る時間を作ってるっていうこと自体がなんかもうすごく感動的で、こう生さんのやってることって授業にいっぱい入ってる、いろんな要素が入ってるから、この活動がもっと広まっていけばいいのになっていうふうに思いましたね。